エネシードディーラーの社会貢献団体みそは、広島市内で活動している BCC スマートフォン教室のインストラクターが集まり設立された市民団体です。自分のね、環境を変えてみたいなっていうのがまず一つということで、自分にとってはすごくチャレンジという気持ちで取らさせていただきました。はい、皆さんの何かのお役に立てればいいなという思いで、はい、BCC の研修を受けさせていただきました。シニアの方向けっていう、そういったマーケットに対するなんかビジネスっていうのは将来性があるんじゃないかなっていうふうにすごく思ったので、まあ、これはもうやるしかない。各々の思いを持って BCC スマートフォン&タブレット教室のインストラクターとなった皆さん、なぜみそを設立したのでしょう。広島の地域っていうのはすごくインストラクターの方がたくさんいらっしゃってて、情報交換じゃないけれども何かこう交流ができたらいいよねっていうことで声をかけていただいたのがきっかけで、本当皆さんにお会いできるのが、月一お会いできるのが楽しかったですし、いろんな情報をいただけるのがありがたかったなと。せっかくこれだけのインストラクターが集まっているので、やっぱり何かできたらいいよねっていうふうになって、じゃあこのみんなで団体を立ち上げて、でそれで公民館さんの活動ができるようにしたらいいんじゃないかっていうふうに、そうなったんですね。公民館とかね、そういったところで講座を開くにあたって、個人事業主じゃできませんよって、会社か、市民団体でないとダメだっていうことで、じゃあ今いるみんなで、そういうの立ち上げたらいいよねっていうことで立ち上げさせていただきました。公民館などの公共施設で教室開催のため、皆さんは広島市の市民アカデミー事業、企業、団体などとの連携講座への登録を申請、そして無事認可され市民団体みそが誕生。本格的な活動がスタートしました。団体を立ち上げることによって、広島市から、オファーが来るんですね。公民館や市民センターというところから。でそこをオファーを来た講座を、一つ一つ丁寧に各先生方とこなしていくっていう感じですかね。もっともっとちょっとオファーが、来るように、講座内容とかもこうバラエティに富んだ内容を考えていけたらいいかなっていうふうには思っております。先生がたくさんいらっしゃることによって全部こう発想が違ってきますので、すごい楽しいし、いろんな意見も聞けますし、やはりスキルアップにもつながりますよね。ああこうやってやりゃよかったんじゃねということで、喜んで帰っていただけるのがとても嬉しかった、経験があります。一人一人の思いが集まり大きな形となったみそ。これからも日本一のスマートフォン教室の団体として地域社会に貢献し、未来へ思いをつないでいきます。アクティブディーラーシップがあるからこそ今の自分があると思いますし、今はスマホだけを通してみんな頑張ってるんですけども、やはりベネシードの未来貢献、そういった部分に少しずつでも大きくなっていったら嬉しいな。今はシニアの方々にそのスマートフォンを通して IT とかそういったような関係のことにこう貢献できているかもしれませんけども、もっともっとこう今から先そういった方々に向けてもそのアクティブディーラーシップということを知っていただければ、スマートフォン以外でも貢献できるかなっていうふうにも思いますので、やっぱりこうすごく大事なことだなっていうふうには思います。でももちろん私自身のその収益ももっともっとこう上げていって、でその上でアクティブディーラーシップっていうものにつながっていって、時間と資金と仲間とっていうものが手に入れられたらいいのかなっていうふうに目標として思っております。